皆様こんにちは、イートキンコングです。今日はニトリの購入品紹介やっていきましょう。まずこちら、ウッドプレート、アカシア角プレート909円。アカシアの木のこの木目が入ったウッドプレート買いました。よくね、あの丸のプレートはあるんですけども、今回ニトリでこの四角のプレートを見つけたので、購入してみました。朝のねモーニングプレートとかで、ワンプレートで料理するときとかに、この四角が結構可愛いなと思って買いました。で、木の木目もあって、実際の木で作ってるので、いろんなね木目があって、選んでこれにしました。結構いい感じ。次、はい、じゃあこちら大きな平皿462円。ちょっとこれ下が同じような色なので映えないんですけども、すごい可愛い色。例えばこんなランチョンマットを敷いて置くと結構映えて可愛いやつ。外に柄があって27センチなんで、これは何でも使えるかなと思います。この大きさ、まあ、料理だけじゃなくてデザートを持っても可愛いと思うので、まあ、こういう色のランチョンマットに映える、こちら丸皿462円。はい、次、はい、続いてこちら、ご飯茶碗285円。でこれはまあ、ご飯茶碗に使うんですけど、この色、なんていう、翡翠色っていうの、この色めちゃくちゃ可愛い。あんまりないので、うちにで今使ってるこういうね和柄のものと、またちょっと別の雰囲気が出るので、これ、まあ、例えばもう普通のご飯でもいいんですけど、ご飯になんていうの、ルーローハン、うん、これルーローハンとかやっても可愛いかと思います。ちょっと中華風のご飯でも合うかなっていう感じ、うん、アジアンご飯に合うかなと思います。まあ、この色がすごい気に入って買いました。でしかも安い。はい、続いてこちら、今回一番これが欲しくてニトリに行ったんですけど、スキレット蓋付き、こちら925円、グリルパン、はい、蓋462円。今使ってるスキレットもう3年ぐらい使ってて結構剥げてきたので、買い替えたいなと思ってニトリに行ったら、このちょうど同じねサイズの蓋付きが売ってたので、今回買い替えました。ちょっと取って短いんですけど、逆にこれがなんか可愛い感じ、はい、でまたこれかけれるんで、まあ収納も結構便利。うん、そうね、うちの魚焼きグリル、まあ、これにちょうどぴったり入るサイズなんで、まあ、これで朝食目玉焼きとかベーコン焼いたりとか、蓋をして、餃子、羽根付き餃子作ったりとかできるんで、これはいろいろ使えると思います。やっぱり同じとこで買うと、こうやって蓋、同じサイズの蓋が買えるので便利。こちら使っていきます。スキレット、グリルパンと蓋、こちらはガス火と IH 両方対応で、こちら蓋に関してはこのままオーブンに入れれます。なんでこのまま魚焼きグリルとかオーブンに入れれるんで、めっちゃ便利。外してみると、外すとこんな感じ、これかっこいいよね。ほら、こんな感じで薄さもすごいいいし、まあ、ぴったり合う蓋、うん、これでこのままオーブン入れれます。かっこいい。テフロンっぽい加工してるので、卵とかも全然ひっつかないと思います。一回こちら使ってみます。最後がフライパン、2つ買ったのでちっちゃい方、24センチから1809円。こちらはガス火対応です。耐久性がある、こびりつきにくいフライパン24センチ、結構深みがあるので、いろいろ、煮物にも使えそうなので買いました。こちらコーティングがしっかりしてて、特に気に入ってるのはここね、柄の部分、少し木っぽい素材になっててかっこいい。こうやって飾っても結構かっこいい感じなんで、これ買いました。で、これがこれの大きいサイズ28センチ、2264円、28センチで、まあ28センチのサイズ、これ開けよう。まあ24と28センチ、この2種類あれば、まあ基本いろんな料理使えるので十分かと思います。こちらも合わせて柄の部分がかっこいいやつ。これが、ちなみにこれが今使ってるフライパン、
な。まあ絵の部分が少し違うんですけど、まあ、こうやってねちょっと絵の部分が色変わってるのが僕ちょっと気に入ってるのでこれにしています。ちょっと深いな、でやっぱりあのテフロンの具合がこれ絵は絵がかっこよくて買ったんですけどテフロンの具合があんま良くなくて、今回ニトリのテフロンこれすごいあの期待しててテフロンがすごい強そうなんでくっつきにくいかなと思ってます。こちらで次から料理していく。これがモスかな。うん、はい、以上7点で7833円でした。今日はフライパン、お皿、スキレットも買ってこの値段なのでニトリかなり安いと思います。であとは、耐久性、まあ、お皿は大丈夫かと思うんですけども、こちらねフライパンの耐久性だけどのぐらい持つかなっていう感じで、これが持てば非常にいい買い物になるかなと思います。ただやっぱニトリもだいぶデザインがすごい良くなってきてるので買い替えには結構いいかなと思ってます。まあ、豆に行くといろいろ新商品も出てるのでこれからも紹介していきたいなと思います。それでは明日6時料理研究所で会いましょう。さよなら。